今年のチームに関しましては、主将の鈴木芽吹を中心に非常にこうまとまりのあるチームというか絆の非常に深い、チームだと思っております。鈴木芽吹が今季は非常に継続した練習をいい練習をですね、ずっと継続して詰めておりますので、彼に最後ですね、ぜひチームを引っ張ってもらいたいと考えております。今年の特徴は各世代にですねエース級のランナーがいると、この例になりました原監督箱根駅伝シリーズ大作戦シリーズでございますけれども、やっぱり負けると面白くありません。カメラはどちらでしょうか。あそこあたりでしょうか。負けてたまるか大作戦頑張っていきたいと思います。